はい、それではトモコレやっていこうと思います。さて今回はね、新しく来た子たちと交流をしつつですね、ご飯をあげたりとか、あとはミニュース見たりとかね、時間があれば歌を歌わせたりとかやろうと思います。ということで、じゃあ最初ナナコちゃんから行くか。ちょ、ナナコちゃんバイトに行かせてやって。ちょ年頃の娘をバイトに出させようなんて。リョウタロウさん、ちょ、何をやってるの。こんにちは。典型的な姉御肌。でもこの子誰よりも年下やからな、この子。あ、うな重が一気になくなる。いや、ありがたい。うな重とイクラが一気になくなる。おお、あ、ありがとう。あ、このペルソナ組、あとドラクエ11ね、ペルラ母ちゃんとエマちゃんって嫁と母ちゃん組ね、誰が一番最初にお友達を作るでしょうか。楽しみですね。あ、ありがとう。しっかりしてんな、ほんと。じゃあパパ行くか。パパ、はい、パパ。りょうたろうさん、りょうたろうでございます。人の言うことなんて気にしない。こちら、りょうたろうさん1969年生まれらしくって、はい、ちゃんとね、そうやって設定させていただけました。いや、ペルラ母ちゃんとちょっとアダルト組でね、結ばれるといいなと思っておるのですが、でもね、案外若い人食ったら、ななこちゃんもびっくりみたいな。もしくはあれだよね、ななこちゃんと、あの、恋仲になる可能性もあるからね、下手したら。もう事案ですけど。じゃあ次、リセちゃん行こう。アイドル。おー、さすがアイドル。いただきます。引っ越し祝いのうな重ですよ、うな重。さあ、この中からな、なんかあれだな、離婚したり結婚したりとか、プレイボーイと、あ、ちょ、ちょうだい好物だったの。あ、早いね。いくら好物だったの。ごめん。びっくりした、マジか。遊ぶ、いいよ。はい、モザイククイーズ、はい、ガールちゃん、ガールでした。オッケー。これは誰でしょう。これはね、あれ、ななこちゃんかな。ななこです。やばい、ちょっとなんかキャラ覚えるのがちょっと、あの、大変になってきた。え、これ誰だ。シルビアちゃん。シルビアでした。オッケー、オッケー、オッケー。おめでとうございます。はい、お、いいじゃん、盆栽高く売れるやつ。さてさて、次は、なんか下の方見るのちょっと大変だね。はい、今のところ大丈夫かな。じゃあ次、はい、カンジ君行こうか。後輩君、あ、寝てる。まだ夜はこれからですよ。ムーンのとっくりさん、50年ぶりですね。あ、どうも。あのマンション、今は新しいオーナーなんですよ。50年後か、やだな、あんま考えたくないな。漢字です。よしよし、じゃあ漢字くん、うな重をどうぞ。いただきます。なんかさ、私もなんかミーをね、なんかみんなが頑張ってくれるからさ、ちょっと作ってみようって思ってさ、テスト感覚で作ってみたら難しいね、ミー作るの。ほんと特徴捉えるのも難しいしさ、目の大きさとか幅とかもいろいろ変えられるからね。なんかみんな本当ありがとうございますよ。さて、かんじくん、あ、ごめんね、用はないんだ、申し訳ない。よいしょ。じゃあ次は、お、ゆきこちゃん行こうか。ゆきこです。誰とでもすぐ仲良くできる女で、いただきます。やっぱりペルソナ組モテそうだな。ちょっと旋風を巻き起こしていくよ、きっと今のあの混沌としたランキングに。歯まで取りゃーって、なんかいただきます。ぶっ壊しに来た感じやな、このペルソナ組が。やばい、よしよしよし。さあ次はとりあえず新キャラと絡むか。やっちーちゃん、
ちえちゃんはなんかジャージ着てるんですよね。なんかそう、制服の上にジャージ着てるっていう、あ、なんか女子高生っぽいなみたいな感じの子ですけど、ちえちゃんうなぎがお好きなようで。あ、マジで遊んじゃう？あ、一人で合わせ。ぬう。あ、よしよし、いけるぞ。これはポトフ、グレイグ。あ、ここか。ポトフここだったよね。紅茶、お、よし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 。あ、これいけるじゃん。イエイ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 。ミス。はい。あ、ありがとうございます。おっきいの。あー、なんかアンモナイトの化石が良かった気がするけどな。いくらあげる。はい、どうぞ。皆さん、今まで出てきた住人ちゃんたちの中で一番誰がタイプですか？もんちゃんやっぱカミュなんだけどね。あ、次陽介くん。よいしょ。どうも。あとなんかスライムがイケメンだよな。ね、喧嘩仲裁したりとかね。あ、もう既婚者ですけど、もう子持ちですけど、なおかつ。OK。引っ越し祝いのうな重を。女の子だったら誰だろう。私、ジュリちゃんとか好きだな。クールビューティーライン。そうだね。でも、ちえちゃんも可愛いよね。お礼にこれ。ありがとう。よいしょ。で、ここ、あ、ここと、あとあれか、ドラクエイレブンのエマちゃん、ペルラ母ちゃん組か。ゆうでございます。どうも。一人でこう、いらっしゃいませ。ちょっと待ってね。ちょ、この辺足りないんだけど。引っ越し祝いが。よいしょ。オッケーオッケー。いやー、みんなありがとうな、ほんと。なんか、結構、想像してたよりも早く、ね、100埋まりそうな気がする。まあね、まだまだありますので、まあ半分ぐらいか、言うて。ね、もう思ってたよりも早かったぞ、トモコレの実況やって。うん。ぜひぜひぜひ皆様、一人何体でもね、もちろん一体からでも構いませんので、なんか作ったよとか、これ力作だよとかっていうのあれば、送っていただけると。はい。ネットから拾ったものはやめてね。あの、ネットから拾って、たものを参考にして作るのは OK だけど、あ、ということで母ちゃん、そう、イレブンと関係できたら草だよな。イレブンがね、未だにお友達できてないんですよ。誰とも交流してないので、そう、そこが気になる。よしよしよし、母ちゃん、これだけ足りる？お腹の中も見ない、ない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 。いや、さっき、あ、やっぱうなぎ入ってるよね。まあ、だからといってお礼にこれも。あ、ありがとうございます。催眠術セット。じゃ、なんか、催眠術セットって聞くといやらしいことしたくなるよな。ね、ゆきこちゃんに催眠術とかさ。嘘です、ごめんなさい。お、母ちゃん。よいしょ。はい、ヘビ見た。さて、次は、イレブンの嫁行くか。エマちゃーん。かわいい。なんかもうあげちゃおうかな、バンダナ。みんな仲良くが本当の女です。バンダナあげる。はい、かわいい。あ、いいじゃんいいじゃん、ぽいぽい。エマちゃんだよ。いいね。はい、いただきます。そう、エマちゃんのさ、あの、なんか、あの、前髪センター分けの、あの、ストレートの髪ってないんですよね、ミーで作ろうとすると。そう、やっぱり私もね、あのね、エマちゃん作ろうかなって思ってやってみたら、ね、やっぱりね、この髪型だったね、一番近いの。お、マージャンパイ。くす、こらーこらー。今度こそ行きますの。はいはい。実はここだけの話、さっきからあーこれ無理、本当に。もうあんまり成功しないからな。おお、やった。
いやーこれがなダイヤモンドとかだったらいいんだけど。おめでとう、ムーンのと。あ、ありがとうございます。麻雀パイ、じゃあイクラをあげよう。はい、いただきます。よしよしよし。いやーなんかな、またジョシーズメンバー変えてあれだな、歌わせたいな、アイドルを。いやもうアイドルキャラ多すぎて可愛すぎる。なんで、じゃあちょっと古いやつらを見に行くか。古いやつらを子さんども。いやでもあんまり何も起きてないね。じゃあどこから回っていこうかな。じゃあムンちゃんから行きますか。あれ、なんか蔵もやもやからもいいけど、どうしようかな。どうも、むんちゃん聞け、10人増えたぞ、よかったね。ちなみにこんな感じ。ほんとさ、なんか私さ、あれだな、あの女の子の友達とうまくいかないんだけど、なんで。リアルでは逆なんだけどさ、逆男友達ほとんどいないから、リアルでは。そう、なんでなんでって感じなんだけど。コーンフレーク、どうしよう。よいしょ。あ、でも4分の1埋まってるからな、とんかつでいっか。はいはい、美味しかった、よかったね。よいしょ。じゃあもうちょっとね、ご飯をやりながら交流をして、でその後ミーニュースを見て、ランキングを見て、歌やって終わろうかな。お、怒った時ちょっとばけはほっとくぜ。ちなみに今こんな感じ。ククール様はジェフアリーナコマジロガール超楽しい、だって。オリマ合わないかも、あらら、せいには悲しい悲しい。よいしょ。あいか、とりあえずご飯を一通りあげていこうかな。いただきます。コーンフレーク、コーンフレークどんぐらいなの。あ、半分か、オッケーオッケー。コーンフレーク、なんか無性に食べたくなるときあるよね。ない？なんか、チョコとかさ、変な味じゃなくて、なんか、あ、これ、あ、コロッケ結構キャパ大きいんだ。へえ、なんか味付きじゃなくてさ、普通のコーンフレークが食べたくなるときがちょいちょいあります、私。何がいいんだろう。ホットドッグ。ホットドッグはいかがですか？ホットドッグ。いただきます。おー、半分か、オッケーオッケーオッケー。よーし、じゃあ次はなんかいないかな。あ、じゃあここ行くか。グレイグーさん、どうも。こんばんは。こんばんは。何か冷たいもの。冷たいものだと、マジか。冷たいもの、あ、冷麺どうですか。冷麺いただきます。お、やった。よいしょ。はい、お小遣い。あ、グレイがなんかこの服装がなんか様になってんだよな。キャビア、グラタン、コーンフレーク、コロッケ、サラダ、あ、シューマイだな。はい、いただきます。なかなかね、やっぱり大好物とかに出てこないので気になりますな。あ、ガーソン、はーい。ガーソン、ちなみにこんな感じ。え、ガールにお母ちゃんにまあ満足ってなんだよこれ。あ、ごめんねごめんね、ご飯食べようか、申し訳ない。ちょ、お腹にドドンってくるやつあげたいな。お腹にドドン。あ、もんじゃ焼きあげよう。はい、いただきます。もんじゃ焼きは関東の宝だよな。よいしょ。もんじゃ焼きにさ、明太子とかさ、餅を入れるって発想したと天才だって思わない？ほんとね、めっちゃ頭いいって思う。何あげよう。あ、犬レンタル券にしよう。はい、お礼にこれも。は
いはい、ありがとうございます。さてじゃあちょっとご飯をあげていこうと思いますので少々お待ちください。はい、ということでじゃあまずはシルビアちゃんですね。こんばんは。こんばんは。セイニャとはすごく仲がいい友達だと思っているので、私とセイニャのこともどう思う？私じゃなくて本当にセイニャの方に行ってほしかった、もともと場所バッチリ。おーしよしよしよし、いいぞ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 。いやちょっとさ、ククール様も再婚したことだしよ、再婚っていうかあれか、彼女できたことだしよ、セイニャもらってよね。ちょっとね、ククール様とセイニャのね今後もすごい気になってるんですよね私ね。二人うまくいかなかったから、あーごめんごめん、よいしょ。あれサラミ、サラミ4分の1あったっけ。あ、よかったよかった。昨日さなんか結構ハートが出てて、でもなんか動画撮ってないから見れなくってさ、いやー見とけばよかったな。でもあんまりなんか事後報告って形は良くないかなって思ったのでね、やらなかったんですけど、まあねちょいちょい事後報告してますけど、特になんか恋愛関係はねやっぱなんかリアルタイムで見たいなっていうのもあるのでね、なかなか事後報告っていうのはできないんですけれども、そうなのよ。さてパイちゃん、パイちゃん一緒に遊びませんか。いや今日これめっちゃ多いな。はい2はい1はい、今度こそ行きますよ。あ、こら、ナイスキャッチ、イエーイ、一発成功嬉しい。おめでとうございます。ムーンのそっくり、もう聴診器とかどこからゲットしてきたんやって感じやけどね。あ、なに、帽子が欲しいの。あ、かっこいい帽子、太いしましまボーラーハット、麦わら帽子、メッシュキャップ、あんまりなんか良さげなのないね。しましまニット帽、あ、ボーラーハットでもかぶせておきましょうか。パイちゃんってなんか帽子かぶる印象ないよね。あ、でも喜んでくれてる、よかった。なんかクールなパイちゃんがちょっとダサくなっちゃったけど申し訳ないね。さて2人目スライムくん来ました。なんだろうな。こんばんは。こんばんは。マリオとはすごく仲がいい親友だと思って、はいはい、とマリオのことも、あ、いいよいいよ、相性バッチリ、そうですよね、男同士は言うじゃんね、どうでもええねん、どうでも。ちなみに今こんな感じ、アリーナ大満足だって。なるほど、わ、やばい、合わないかも、超多いんだけどねえ。逆になんかさ、合わないかもがない子って出てくるんでしょうかこの先。はい、コーンフレーク、いただきます。誰しもがねやっぱ合う合わないってあると思いますけど、さすがにちょっとここの住人人の好き嫌い多いなってすげえ思うわ、ね、私も割と人の好き嫌い激しい方ですけど、こんなに食べやっぱ食べられないんだ。なるほど、なかなかさこの2分の1のキャパのやつ難しいんだよな。あ、でもピザがあるか、ピザピザ。でもね、合わない人とは無理に人間関係を気づかないっていうのが大事ですね。すげえ思うわ。よいしょ。よし。ありがとうございます。いつもありがとう。あ、ちょっとどうしようかな。なんかメンズキャラにはちょっと制服あげるのもいいな。特になんかペルソナキャラはもう制服安定な感じがするよね。はい、ということで続きやっていこうと思います。はい、ということでご飯はね一通りあげてきました。じゃあちょっと夜市やろうか。いや、めちゃ盛りだくさん、盛りだくさんではないか、今回もおとなしいな。なんか、あ、生ガキ来た、おお嫌がりバスター、なんかおおって言ってんだけど、なんで。あ、ベストとシャツ、なるほど、ちょっと山登りスタイルって感じかな。収録するとなんか順におとなしくなるんですよね、なんじゃこりゃって感じなんですけど、
じゃあミーニュースを見ていきましょう。6時になりました。ミーニュースをお伝えします。はい、あ、ムーンロボ、ムーンロボってなんだよ。え、ロボットっぽくなくて、なんかギンナキ貼ってるような感じ。なんじゃこりゃ。本当だよ、本当だよな。それも聞いてホッとしました。変なこともあるもんやで。でもムーロボは草だな、マジで。よし、じゃあ、あとはランキングを、ちょっとね、多分明日ぐらいからね、新しく追加したキャラたちも入ってくると思いますので、乞うご期待。あ、すごい、オリマ、ルイージが抜かしてる。なんで？あ、でもあれか、オリマはユーナに告白されたりとかしたからか。ルイージなんでだろう。やべえ、ムンちゃん10位に落ちた。っていうか、やばいんだけど、あと1位との差やば。え、これあれだね、この7、8、9、10、11、12、この辺り僅差ですね。なるほど。ククールさん案外人気ないんやな、不思議なもので。あ、この辺はね、あのそのうちというか明日か明後日ぐらいにはもう絡んでくると思いますので、こう期待。やっぱ1位ククール様強いな。あれ前もククール様だっけね。え、でジェイソン2位だったんですけど貫禄してきてますね。うん、これはこんな感じ。なんか私がイケメンって言ってるキャラクターが総じて順位が低いんですが、それはコマジロ、シルビア、ハロあれコマジロなんでマイナスなんだ。あれ誰か振られたっけ。あー、やばい、ムーちゃん。あー、でもミクちゃんに、やばいやばいやばい。あれでもあれアリーナ下がってる、なんでだろう。前あれだよね、アリーナ私抜かしたっていうか、ジュリちゃんがすごい爆上げしてんやな。すげえ、さすがジュリちゃん。あー、やばい、ユーナやっぱりな、オリマに振られた傷からよ。こんな感じの順位でございます。さて、じゃあ今回はここで終わりに。あ、どうせやったら歌歌ってやめるか。あ、ちょっと待って、なんか喫茶店誰かいるな、見てみましょう。ん、あ、ちえちゃんだ、ケーキ食べてる、かわいい。色気より食い気かな、ちえちゃんかわいいもんね。もう次はお散歩。早速新キャラたちがいろいろ頑張ってますね。あれ、こいつは誰だ。あ、おじさんかな、りょうたろうおじさんかな。りょうたろうおじさんかな。なんか寝転がってるな。親父狩りに気をつけて。さて、じゃあ音楽堂行きましょうか。せっかくだから、じゃあペルソナ女子組で行くか。じゃあグループで作りましょう。はい、ペルソナ女子ーズで行こうかな。だから、誰をセンターにするかよ。どうしようかな。ちーちゃん真ん中にするか。あれ、ちーちゃんの名字なきゃ、里中か。里中、里中。さっ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 さ。あれ、ちょっと待って。あ、そっか、そうだ、まだ歌歌えない子がいるのか。わー、残念。あー、ちょっとどうせ歌うな。新しく入った子たちで歌を歌わせたいから、じゃあ今回はちょっと歌は休みかな。申し訳ない。ということで、じゃあもしかしたらね、カッティングしたらすげー短くなる可能性もあるんですけれども、今回はね、ここで終わりにしようと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。